どうもこんにちは、猫塚です。今回は一昨日導入した江戸富美男が早速巣を作ったので報告の動画になります。あ、今手前に江戸富美男、多分これこいつを押すですよね。一番可動機、今出した赤虫食べてます。巣はこの奥にあるやつですね。これ根っことか固まってできてる、この変なゴミみたいなやつですね。これが江戸富美男の巣です。もっと近くに寄って撮れればいいんだけど、スマホで撮ってっからこんなもんですね。ちゃんと中が空洞で鳥の巣みたいになってますね。でもあれだ、導入の2日目で昨日見つけたんですけどね、巣作ったらとは思わなかったですよ。まあレイアウトもちゃんと富美男、あれですよね、富美男たちの気に入るようにできたみたいで、こういうのは飼い主料理に本当嬉しいですよね。このまま産卵と稚魚の誕生とか楽しみなんだけど、繁殖行動の一部シーズン見るとまた楽しいんだけどな。他の子たちはこっちに追えられてますね。なかなか見えないんで、追えられてますよ。それでは今回はこんなところ こんなところです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、またはチャンネル登録よろしくお願いします。もう可愛いな、よく食べてる。こうやってレイアウトがハマるといいですね。もうよく食べてるな。それではまた。